撮ってます。今後ろを振り向かない。もう大丈夫。最高だね。やるやる。ポーズ。おさおさおさ、入ってる。ポーズ。いいね。すごいね。うわ。これは目立つなおい。頑張ってね。どうぞ。はい。おします。アフロが走る。一応なんか邪魔になってるけどさ。大真面目に走るとこがいいんだよ。俺照れちゃいけねえ。こいつは最初の頃照れまくしたもんないとな。おい、ね、でもあのカブトムシはね、異常だった。そうそう、持たないとね。こんな感じで走ってる。これでだいたい6分ペース。6分ぐらいですか。あるじゃん。こう箱根走ってるとさ、いるんだよ。あの駅伝の電柱が早いよ、やっぱ。こ、ね、の箱根このスピードで走るかねみたいな。しかも坂でしょ。そう、俺の自転車より速いんじゃねえかみたいな。いや、坂道はね、自転車より速いような気がする。俺、そうだろ。いや、まあ絶対これ重いもんだって20キロくらいあるじゃん。いや、荷物持って走ってんのと違う。そうだよ、体重と合わせて100キロだ。ですよ。それでこの前富士山登ってやる。よし、あとちょっともう少しスピード上げるか。今15キロ。今15キロで走ってます。何この景色。これすごいわ。本当に景色。ないのよね。一応奥さんに報告する不要で、まさかこんな太っちゃいました。八王子さんです。ヨヨマンと旦那さんです。
これプライベートビデオにならないかもしれない。うちの女房今ベルギーにいるんですよ。それでね、ブログずっと見て言うから日本橋三越の屋上のビアガーデンで米次郎さんたちと飲んでます。こんな感じで佐藤さん来てんね、なんか知らないけど前電車乗ったんだけど構造あれがこのビルの明かりがついてるとこが構造のところだそうです。下の部分が構造です。電気つけっぱなしにしてこの標本に全然結婚しましたって報告もなかった。入れられないのブログが最初会った時に佐藤さんが、はい、いい子がいるんだけど誰かいないかお前の感じで、じゃあちょっと格悪いんだよあれかもしれないけどで、あれ探そうって言ったんですよ。そうそう探そうって言う、そうだよ探そうって言う。あれ読んでたらなんだ昔からいたんじゃん。いやいないですよ。いや本当だってブログ